家見てくれてありがとうね。まほさん写真集発売、見ますね。大員さんありがとう。初更新でありがとう。初恋シンデレラね。浅草さんありがとう。すいません今日もすっぴんで。あの TikTok もねいろいろあの運営さんが載せてくださってるんですけど、あのみんなでね最新のやつでみんなで撮るやつがあったんですけど、ちょっとね、なんて言うんだ、ちょっとすいません、全然ね悲しくはなくて、違う、あの全然私ね悲しくて泣くことはないんですけど、最近の涙のね機能がバグってて、これ本当にねタイミングおかしいよね、涙のタイミングが。全然関係ないって聞いて、なんか最近全然関係ないんですけど、これはすいません、全然本当に関係なくて、そう最近ね何して全然ね楽しい時にもなんかね急に涙が出てくるから全然関係ないんですけど、すいません心配させてしまって、そうバグる時あるよね間違えたみんなもすいません、なんか心配なやつを、心配のコメントそう間違えただけで、そう間違える時もあるよね、そう間違える時もあって、そう間違えちゃっただけなんですけど、いっぱいのウェイサーが載せてくださってて、最新のね投稿のやつがね、ちょっと
まあ、ここだけの秘密ねにしてほしいんですけど、いやって言っちゃうとなんか大げさじゃなくて全然そう思春期の情緒不安定なやつだね多分私はあれ今ね17歳だからね、いや思春期のせいにして思春期くんごめんねそう、最新のやつだ、もっと元気に頑張ればよかったなっていう、なんか MV の日もこんな感じになってしまって、でも本当に熱とかがあるわけじゃなくて、そうもしねいや私はそのね状況その日のねその日ちょっと体調が万全で挑めなかったのがちょっと悔しかったっていう、そうね先入観でねあれを見てしまっあれをね撮ってしまっそれの記憶がねあるからその先入観で、ね、見えちゃってるだけから本当にねまたね思春期が緊張の気にすぎかもしれないんですけど、もしね私のこといっぱいで、ね、見てくれてる方がもしねそう不快な思いさせてしまったら申し訳ないなと思いまして、そうまたね元気にね頑張るのでそれだけそれだけなんですけど、まあちょっとねそのねあの日のちょっと先入観がありすぎてねちょっとねいや誰も気にしてないがんってなるかもしれないのでね、変にねこうやって言ってしまったことによってねこの初恋シンデレラをねまたね違ったね視点でね見ることになってしまうかなと思って言うつもりはなかったんですけど、そうなんかあんまりね皆さんにねネガティブなことはねちょっと言わないポリシーなはずなんですけど、もしね誤解とか不快な思いさせてしまわないかなと思って、でも一旦ここでみんな気を消してください、気を消したらダメか本当に初恋シーズンはすごいいいで、これもね本当ねなんか言い訳がましくて、ね、本当にねあれになってしまうかもしれないんですけど、またねまたねっていうか全然今もね元気なんですけど笑顔でね頑張るので、そうまたねまたねポジティブポリシーでね頑張るので、全然ねもう頑張りたいという気持ちはもうね10000%ぐらいある、もう奮い立たしてこの体をくれるやる気はあるので、本当にね
すいませんだから、すいません。でも初恋シンデレラは本当に私のもうあの日の不安なんかも吹っ飛ぶぐらい、もうすごいね素敵に撮っていただいて、あのスタッフさんもスタッフさんにも撮影してくださったカメラマンさんとかもセットしてくださった方もね、すごいにすごいお力添えをいただいて、もう本当にねそんなことはあったかなって、もう自分がねもうで気を改変できるぐらいもうすごい素敵にね撮っていただいたので、お笑顔ね、笑顔でね頑張りますので、というかもっと頑張りますので、昨日マハピョンさんもご機嫌しておひめんさん、サッカーサッサーありがとうございます。ちょっとね本当にね言うのがねもう下手でねすいません。でもこれはねどうちょっと今後ね新しく見てくださる方にね不快な思いしてしまわないようにとね思ってね、ちょっともう自分の結局もうすいません、もうエゴを押し付けてしまったことにも申し訳ない。本当にねもう他のメンバーみんなキラキラ輝いているので、もう本当に一旦このすいません、もう見てくださった方に本当失礼なのは分かっているですが、もう一旦これを一旦フラットにして、またねそんなことはなかったということでね、いっぱい初恋シンデレラ聞いてください。私もね LINE のねミュージックね設定したんですけどしたね、アリスも設定しててね、もう嬉しいなという気持ちになったので、ちょっとね、みんなさんがね優しすぎてね、ちょっとぬるま湯に浸かってしまいそうなので、これからはね皆さんの温かいね優しさをぎゅっとひっそりとね一人と抱きしめながら自分には厳しくいきます。うすいません、ほんと重い空気しようで動機がやばい、チャリ漕ぎながらね、なんて言おうなんて言おう、でちょっとね
すいません本当にね、本当にすいません、本当になんかもう変な話になってしまって本当にすいません。すいません、あのギフトとかくださった方のにね、呼べなかった方いたらすいません。今から間に合うかな。ゆきやさんありがとうございます。たっぷりさん、ちょうちけいさんありがとうございます。すいません、じゃあもうこの瞬間カーブでいつも通り、これからもっと元気にね頑張るので、ではちょっとおいとは久しぶりに使った、ごめんなさい、ちょっと今日はランキング読みお休みしてもいいですか。ちょっと手がね震えちゃって、あのなんかミュートとかなんか変なもんとか映しちゃいそうなので、すいません。じゃあ皆さんいつもありがとうございます。いっぱい初恋シンデレラね聞いてください。いつもありがとうね。バイバイ。ありがとう。